はいどうも、姉弟赤崎蓮華です。今回も FIFA21 キャリアモードをやっていきたいと思います。前回なんですが、センターバックのキャプテンラベッラが2ヶ月離脱の怪我を負ってしまって、急遽センターバックを獲得しようとしたんですが、フリーエージェントにろくな選手がいなくて結局獲得することができませんでした。ということで現状の戦力の中で戦っていくことになります。では本日の1試合目、チェルテナムタウン戦いきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ本日1試合目の相手、チェルテナムタウン、予想ラインナップは 5-3-2 ということで、まあ中盤の3の横が比較的空きやすいので、そこをねいつものマーシュとオスリバンで切り裂いて、中央にねクロスを上げて点取っていきたいなと思います。では試合開始までいきましょう。姉弟さあ、チェルテナムタウン戦キックオフ。さあ縦、エンドリーからマーシュ、今日もアシストを決めてほしいマーシュ。さあ切り裂いてクロス、空いている、ヘディングシュート決めていく、ウィルリグ完全に空いていましたね。早速先制したネオト FC、 幸先のいいスタートです。マーシュへ、相手がね結構引き気味で守っているので難しいんですが、さあここはマーシュへ出る、スペースが空いている、さあミリディが空いているぞ、ここはシュート、うわ流し込めない。さあ相手がつないで立って、うわここ入れ替わられるか、まずい、足を出してもちょっと届かない。さあ中央、さあここシュートを出せたくないが打たれた、いやーナイスセーブ。さあフリーキック、トリックプレーか、あートリックプレー、ここはちょっと壁がちょっとつられましたね。ただナイスキーパー。ここはフィリップス使ってマーシュへ、さあマーシュが走って、ここクロスチャンスですが中いないな、ファーへ、さあヘディング打つがここは右に外れた、ウィルディグ惜しい、首グイーンとなってるけど大丈夫か。ストックトンがしっかり収める、ウィルディグ、さあここチャンス、さあ抜けたマーシュ、1対1、シュート、いやー弾かれるか、マジか、中ストックトン、ちょっとここ使えないですね。右オスリバン縦走らせよう、さあ入れ替わってチャンス、クロス入れてヘディング打つがダメ、いやーここはマーシュ右足は使えないか。ここで前半終了。さあ後半キックオフ、メンバー交代をせずにそのまま行きます。いや攻めることはできているので、あとはフィニッシュの精度だけしっかり決めていきたい。さあマーシュが空いてるのでここパス出しましょう、相手の空きやすいスペースをきちんと使っていく。さあマーシュ、ここは縦ドリブルしていって打とう、右足決めていく、今度は決めたマーシュ、キーパーの逆をついた、追加点しっかり決めました。さあ相手サポーターの前でこのパフォーマンスは結構喧嘩打てるが大丈夫か。さあドリブルで抜けてクロスと見せかけてニアをぶち抜いた、ここキーパー逆取られてますね、ナイスシュート。デイビスからメラー、縦空いてるね、ウィルディグへ、さあストックトン、ここちょっと走るタイミングが合わなかった、さあ左
左サイド使われてデイビスが取っていくがクロス上げられる、まずい、右足、あー突き刺さる、スーパーボレー炸裂。いや完全に右サイド崩されてしまった。シュートがすごすぎる、ディフェンスついていけてないね、良くない。さあちょっとセンターバック追い出されたのは嫌なんですが、デイビス奪ってオスリバンへ。さあウィルディグ逆サイド空いているのでそこ通したいが、ストクトン、さあここはロブパスでマーシュへ通す。さあチャンス、マーシュここは決められるか、シュートは打てない、いやー突っかけすぎた。ロブパス競り合って、さあちょっとここ使われるのは良くない、縦切ってしっかり守りたい。さあサイドへ展開、うん、ここはキーパーです。おーちょ今のキーパーで良くない、ちょっとパーシバルがよくわからないプレーしてしまったが、さあここうーんコーナーにはせず残した。さあカウンター、いやーちょっとマーシュ走ってほしかったがここ走ってくれない。うーんサイドから行きましょう。さあオスリバン、ここは届くでしょう。さあサイドドリブル持っていって、ここはスライディングかわしてグラウンダー空いている、さあ決めてくれ、よしよし押し込んだ、ストクトン3点目、いやーこの1点は大きい。グランダーのクロスでしたが、まあ、うまく合わせてキーパーのニア読みを逆取りましたね。ナイスシュート、ストクトン。さあ右サイドが空いている、ここ使おう、オスリバン、さあ縦突っかけてクロス上げよう。さあフリーになってヘディングはプリングル決められない。さあゆっくりしてここはパントキックで試合終了。いやーなんとか競り勝ちましたが、ヒヤヒヤする展開でした。結果1対3という状況で、相手がシュート3本に対してこっちは10本、ただ枠内が5本で半分ですね。支配率はまあ5分5分に近いぐらい、レーティングはマーシュ1ゴール1アシスト大活躍ですね。何事もうと。さあちょっと次の試合に行く前にスカウトレポートを見たんですが、ユース候補にちょっと面白い選手いましたので、録画しております。沖正孝弘、まあ、中盤から後ろの選手になると思うんですが、173センチ、上背はそんなないんですがポテンシャルが高い。総合値 OVR も52から70で、ポテンシャル76から94で、敏捷性が高くて、でダッシュ速度も結構ありそうで、運動能力もそこそこ高いので、ちょっとユースに迎え入れたいと思います。で CDM とかセンターハーフ系に来てくれれば結構嬉しいですね。この選手は契約しましょう。市場価格110万、かなり高い、110万ドル、この選手契約します。羽を止まおうと。さあ続いての試合はオールダムアスレティック戦ですね。相手12位のチーム、4-3-3 のホールディングタイプ、まあどちらかというと両ウィングを高い位置に上げたというフォーメーションでしょうか。その裏うまくついて切り裂いていきたいですね。それでは試合開始です。何をと思うと。さあオールダムアスレティック戦キックオフ。さあ大きくサイドチェンジ、これがつながる。さあここは
逆サイド大きく振って、いやヘディング、ここはクリアしていく。危ない。さあマーシュにつないで縦ストクトンへ持っていきたいが、ちょっとマーシュを走らせたい。さあマーシュへ、さあチャンス、ここは横に流して押し込むだけ。さあストクトンのゴール、あ失礼、ウィルディングのゴール。姉音先生、ここはうまくカウンターでつないでいくことができた。さあソンゴ、守備面では非常に役立っているが、さあウィルディグ、ここはサイドに振ってマーシュ、上がってきたフィリップス、ここはキープしてストクトンへ、大外オセリバン、さあグランダーのクロス上げて押し込めるか、いやー流せない、押し込んでくれよ、決まった。ウィルディグ、ちょっとドタバタしていたがなんとかゴールを決めていく。全部シュートボタンを押してたんですけどね、ことごとく枠外れてた、まあ、それが功を奏してウィルディグに渡って押し込むことができたと。ラッキーゴールです。さあ今日2ゴールのウィルディグ、さあここウィルディグから、さあ3人で囲って奪って、さあマーシュ、ここは1人飛ばしての、そうですね、ウィルディグを使った方がいい。さあウィルディグから一旦切り返してのパスからストクトン、流してゴール、オフサイドはないはず。さあ3点目、いやウィルディグの技ありの切り返しからのストクトンへのパス、あとは流し込むだけ。さあマーシュはキープして、ここで前半終了、3対0。まあ効率よく点が取れたっていうところですかね。さあ後半キックオフ、縦パス、ここは防いで下げてゆっくり回していきましょう。奪いには来ないんですよね、本当にタッチが大きくなったところを狙われている。さあここヘディングで、いやー突っかけたいがここは防ぎかける。さあモヨ、デイビスがついていくが、ここは避けて、マーシュついてほしい、いやーまずい、決められた。あそこシュートコース完全に開けてしまっては決められてしまう。この辺の守備意識がちょっと低いのが弱点ですね。ここの部分マーシュプレス行かなきゃダメなところなんですけども、ついていけてない。一旦下げてソンゴ、中ストクトン、落としてウィルディグ。さあ逆サイドのマーシュはこのタイミング使いたい、オフサイドなし、いやオフサイドか、ギリギリ出てないと思ったんですけどね、ちょっと出てたか。さあソンゴからオスリバン、縦突っかけてクロス上げたい、さあ開いた、いやー防がれた、ストクトン、いやキーパーのナイスセーブか。ここストックトンに預けてオスリバン、いやーナイスかわした、チャンス流してフィリップス打てる、いやーキーパーナイスセーブ、フィリップスいいシュートだったんですけどね、コースも悪くなかった、ただキーパーのポジショニングが素晴らしい。さあコーナーキック、いいボール、うーんここのシュートは外れる、惜しい。さあ直訴したからにはしっかり結果を残してくれてる。いやー縦ここ入るか、中盤の選手がねもうちょっと下がってコンパクトに守ってほしいんです。いやクロス、いや流し込まれた、マジか、2点目取られたか、久々の2失点、まずいぞ、同じやられ方してる。
こもつききれずにシュート入れられる。ドルジーに走らせて縦使いましょう。さあここちょっとボールキープして時間を使いますか。さあウィルディング、ここシュートコース空いた、最後打て、いやー弾かれる。ただまだメンデスがボールを持っている。ラストワンプレーなのでここは上げましょう。さあクロス、メンデスシュート押し込めるか。ここはウィルディング押し込めないが時間を使ったので試合終了、3対2。ちょっと良くない試合ですが、なんとか勝ちを拾えた。さあこちらシュート12本で3ゴール、相手にシュート2本で2ゴールか。良くないですね、決定率悪すぎ。ビルディグが 10.0 以外は軒並み点数が低い。マーシュも 7.3 か。今回活躍できなかったですからね。何をと思うと。さあ辛くも勝利することができましたが、ちょっと失点が増えてきてしまっているので、なんとか改善したいですね。でスルーも今回使ってくれたというところで、まあ、5万円と置いたところでしょう。ただねもうちょっと結果出してほしい。どうしようかな、一応褒めとくか、その調子ですと。といったところで今回の動画はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。